55年前、女子高校生が殺害された狭山事件で、脅迫状が再審請求中の男性の筆跡とは別人であるとする弁護団の新たな鑑定書について、男性は当然の結果だと話しました。やめかけができない石川和夫が脅迫状を書いたと言われたこと自体がもうおかしか、もともとおかしかったんですから、これは当然の結果じゃないかと、そのように思っておりました。石川和夫さんは1963年、埼玉県狭山市で女子高校生が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われ、無期懲役が確定し、32年間の服役後、仮釈放されました。弁護団は15日、有罪の根拠とされた被害者の自宅に届いた脅迫状について、石川さんとは別人の筆跡であるとする鑑定書を東京高裁に提出していました。